はい、皆さんはどつです。今日はですね、2019年1月の21日、12時12分です。よろしくお願いします。今からトレーニング行きます。で、5キロ走ってる間の、花火の数だけ、ラストに、坂道ダッシュをします。よろしくお願いします。まずはロードワーク5キロから行きたいと思います。もう辛いです。正直もうやめたいです。トレーニング。行きましょう。運動が大嫌いです。おはよう。もうおはよう。へし。ていうか、iPod 軽いな。iPhone 重たいけど iPod めちゃめちゃ軽いわ。びっくりしてる、これ小さいし、おもちゃみたいだな。 iPod ってこんな軽いんだ。へいし。足がね、筋肉痛でやばいよ。今日30分切れるかな。今日切れたら相当かっこいいよね。筋肉痛だもん。ボン、今日タイムキープできる？おてんと総統さん、お疲れ様です。かっこいい蹴りですね。かっこいいかな。お疲れ様です。ダメだ、腰が痛い。
べようかな、ご飯。カレー食べに行こうかな。もう今日タイムキープできる？もういねえかな。モンさんお昼ご飯食べ中だから誰かタイムキーパーよろしくです。お昼飯食って。ママさんすごく締まりましたね。そうだね。だいぶ締まってきたね、体ね。誰かやってくれる人いねえかな。ミイスケも。ママさん顔が違う。うん。ミイスケもノリコもいないもんな。タイムがね分かんないとね、走ってる時に読めないんだよね、コメントが。コメントっつうか文字が見えないの、目悪いから。だからコメント欄しか分かんないんだよね。みんなで協力してやってくれたら嬉しいんだけど、じゃあ1分後走ります。誰かタイムキーパーできる人いたら1分経過2分経過ってやってもらえるとすごく助かります。手空いてる人いたらよろしくお願いします。
今日タイム遅いね。やばいな。ちょっと遅いっすね今日。足のももの裏が張ってる。やばいな。
やばいな。
ちょっとまずい。やばいな。足が上がらない。呼吸とか大丈夫なんだけど、筋肉が突っ張って足が上がらない。ありがとうございます。15分より若い。まずいな。
ハーフです。ありがとう。これはまずい。早いな。ピピありがとう。ワンありがと
やば。昨日より3分遅い、ここ。東中野まで昨日より3分遅い。昨日タイム多分27分台だったんだけどね、もったいない、計測したかったね。昼時だからごった返し、ありがとう。
32分経過。ああ、ニコラスさんを珍しく太陽浴びてすがすがしいじゃないか。珍しくないよ、毎日やってるよ。最悪、今日ひどいね。ゴールです。33分10秒。ああひどい。ありがとうボン。今日のタイムキーパーボンです。ありがとうございます。ボンありがとう、助かりました。お疲れ様でした。ボンありがとう。2回吐いて2回吸ってるね、リズムに合わせて。今日は、匿名さんから花火一発いただいたので、ダッシュ1本最後にかましたいと思います。ちょっと休憩します。30分ね、4日連続切ってたのにね、悔しいね。呼吸とかさ、なんだろう、問題ないんだけど、足が重たくて筋肉が突っ張って動かなかった。今日要はまだ追い込めるのに体が言うこと聞かない。ごめんね、もう他の人がね手伝ってくれるとありがたいんだけどね。ありがとうね。もう食べづらかったでしょう。ありがとう。ありがとうね。じゃあ最後にダッシュ1本かまして終わりにしましょう。俺ね、鼻が呼吸できないんですよ。鼻では呼吸できないです。僕慢性鼻炎で子供の頃から詰まってるんで、普通の鼻呼吸ができないんで、まして走ってる時は無理です。だからもう俺は口で2回吸って2回吐くしかないですね。お疲れ様です。じゃあダッシュ1本かましましょう。よし。匿名係長ただの花道さん、ダッシュ追加。ごめんなさい、あのルールなんで、あのできないですね、追加は。ごめんなさい。一応あの5キロ走ってる時だけ限定なんで申し訳ないです。鼻が鼻炎で鼻が。
あんまりこうムズ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 してて、ニコラスさん見えて走るときつそうだな。きついよねきついね。ただね、腹とかもだいぶ絞れてきたからね、もう乗っかってないもん完全に。これ腹筋割れるぜ、このままいったら。ぼっこり乗っかってたお腹なくなった。毎日5キロ走ってったんで、プラスダッシュは昨日から。Jさん仕上がってますや。仕上がってるよ。腹全然出てないもん。もうすぐ割れると思う、あと2週間ぐらいで。モンさんさすがだね。痩せた。波乗りボディさんです。ニコラスさん、腹毛も仕上がってるな。腹毛は生まれつきではないか。腹毛は仕上げてきた。ギャランドゥもすごいよ、もう全身もじゃもじゃだよ。毛深いの好きな女子にはたまんないよ。30m、ここを走るんだけど、あの下り坂になってんの分かるかな。ここだったら邪魔にならないから、飛び出しとかないから。下り坂になってんの分かる。そっからそこを走る。下り坂になってるでしょ。そこをガーって駆け上がる感じ。一本だね今日は。昨日はそれ6本やった。ここを走ります。50m あるかな。50m は多分ないと思うんだけど、30m だと思うんだけどね。35ぐらいかな。ニコラさん、腹隠しててこの草津だな。結構急なね、坂道だよここ。あんまりね、画面だと伝わらないんだけど、すごい下り坂なの分かる。へしっ。なんかね、なかなか伝わんないんだよね。ケビありがとう。なかなかね、そう、坂下ってるのとかを伝えるの難しい、絵的に。でも実際ここ来たことは、山手通りの中野坂上周辺って言ったら分かる人分かると思う。丘になってて高低差がすごい激しい。ガードが下手なんでしょ、ボディの。ってことはボディ弱点ってことだな。ボディ入るってカズンさんが教えてくれてるんだ。俺らへのサービスや。ボディが甘い。多分ボディのガードちゃんとやってない。フットワークができてないんだと思う。まあまだ俺は技術練やってないから自分でも不安だけど、基礎体力作りだから。最初の1ヶ月は基礎体力しか作んないって決めたから。もう
じゃあダッシュかまして終わりにしましょう。今日はもうダッシュ1本なんで、あの機材取ってこないでこのまま手持ちで走ります。 OK でしょうか。手持ちで走る。じゃあ行くよ。花火さん、花火一発ありがとうございます。締めのダッシュ行きたいと思います。手持ちなんでかなりブレると思いますがご了承ください。感謝のダッシュです。行きます。走れっかな。お疲れ様でした。いや。全身ビキった今。さてシャワー浴びて飯食い行きましょう。ダッシュ10本ぐらい入れるらしいね、あのプロの人とか。5キロから10キロ走ってダッシュ10本だって。それプラスなんか反復とかいろいろやるらしい。それが朝のロードワークだって。すごいよね。へいし。本山みやびは上り坂5本ダッシュしてたお。あ、そうなんだ。ケツいて。太ももパンパン。
今日のトレーニング終了です。皆さんありがとうございました。今日のね5キロのタイムは、33分10秒で、花火一発いただいた分ダッシュ1本で終わりたいと思います。でタイムキーパーは、リスナーのボンでした。それじゃあ皆さんありがとうございました。また見に来てください。応援してくれる人はねフォローよろしく。お疲れ様でした。お疲れ様です。